はい、今回こちら Z のグランドメイトバッティング&守備兼用手袋の紹介です。でこちら少年用フリーサイズということで16から21センチのフリーサイズですね。でこちらバッティングと守備兼用ということで両手用でデザインがこんな感じですね。ここの部分がですね結構ストレッチ性のある素材でよく守備手袋にある素材で作られております。なのでちょっとここがストレッチ性のある素材ですね。でこの指の横のマチの部分が抗菌防臭素材で作られております。こちらですね。でこのベルトもちょっと短くて薄めの感じでこちらは守備手袋に近い感じのベルトですね。はい、でこの手のひらの部分がこんな感じでちょっとこっち側がバッティング手袋と違う感じでここの間の部分が甲の部分とつながってる感じでこちらがストレッチ性の効く素材になってます。でこの指先とここの部分はこのエンボス加工でグリップもバッチリです。はい、でこちら洗えますと書いてある通りウォッシャブルの手袋です。で今こちらブラックとホワイトなんですけれども他にもレッドとブルーが入ったカラーもあります。ということで Z の打撃守備兼用手袋の紹介でした。今回のお題は野球あるあるバッティング編、ルーティンがある。本日の MVP 賞はこちら、こちらを見つから選んでいただきます。チャンネル登録はここから、おすすめの動画はこちらを見てね。バイバイ。